アールネ・エドバルド・ユーティライネンは、フィンランドの軍人。最終階級は大位。フィンランド陸軍士官学校に入学、最終学年まで進むが、規則違反により1年間の定額処分となる。定額中、自転車大隊に仮配属されるが、ここでも、規則違反により3度の公金処分を受け、これが、士官学校に知られ退学を通告される。 一時は戦員になるが、これに飽きたらず、たまたま新聞で読んだ、フランス外人部隊に惹かれ、北アフリカに渡る。1930年から1935年にかけて、フランス外人部隊に参加し、モロッコ植民地戦争においては、モロッコの恐怖と呼ばれた。その後フィンランド陸軍に復帰するが、再び不貧乏により状態勧告を受ける。職を転々とするが、 冬戦争では、予備役注意として現場に復帰。第十二師団第三十四連隊第六中隊、通称、川宇宙中隊の中隊長に任命された。この部下の一人に、史上最多の狙撃戦果を持つ下兵兵がいる。海戦時、第六中隊を含む、第三十四連隊は、ラドガ湖北方、フィンランド領土が、ソ連領内に突き出た通称。 ヒュルシュラの針近辺に展開しており、国境を越えて進行してきたソ連軍を迎え撃った。兵士数、装備ともに、ソ連軍はフィンランド軍を圧倒。しかも、フィンランド軍は慢性的な弾薬不足に苦しめられたが、冬戦争期間を通じ、フィンランド軍はソ連軍の攻勢を食い止め続けた。この戦いは、付近を流れる小川、コンラー川にちなみ、 ホンラーの戦いと名付けられた。その激戦区にあって、少ない兵力で、ソ連軍を撃退し続けた第六中隊及び、中隊長のユーティ来年の活躍は、戦時中より、新聞等で報じられ、国民的英雄となった。冬戦争終結後に結婚、継続戦争までの間、コンティオラハティ中屯地において、共感を務め、継続戦争では、 第七師団第9不評連隊に属し戦った。1944年9月からのラップランド戦争では大体指揮官として戦ったが、横上破りな言動から昇進は叶わず、戦後は予備役に移された。戦時の英雄ではあったが、平和な市民生活には馴染めず、結婚生活は破綻、酒に溺れ、戦傷の痛みに悩まされる戦後であったという。 ペトリ・サルヤネン、白い死神、古市真由美役、アルファポリスカン。ISBN 978から4から434165337、ピアニッシュも78から79、ペトリ・サルヤネン、白い死神、ピアニッシ二も221から22、ペトリ・サルヤネン、白い死神、P34、インタビューウィズ・ジョン・グートマン。ありがとうございます。